URL 省略、以下略。両つべ、コムライブチャット、i、以下略、URL 省略、以下略。よし。眠い。眠いっす。しかし。何これ、あれ何これ、はあ、どういうこと、なんでこった、こんなことは初めて、エラーが起きました。ちょっと待って再起動するか。なんだかな。何が原因なんだろう。特にいつもと何も変わってないけど、エラーが起きるという。今なんかいつも通り始めようとしたらエラーが起きたんで再起動かけてます。I was going to play Virtua Fighter from now, but it seems like I got some trouble.あれ、LANケーブルが接続されない、そんなバカな。ネットに繋がってんのにな。どういうこと？メッセージも来てるじゃん。ちゃんちゃいさんだ。おかしいな。またあれかな、LANケーブルじゃなくて、なんだっけな、あのルーター再起動とかしなきゃいけないのかな。1年に1回ぐらいある、よくわかんない謎の現象。さてエボジャパン、エボジャパン2023年、おそらく徹子さんが企画してくれるであろうサイドトーナメントのためにちょっとだけ牙を研いでおかないと。よいしょ。徹子さん一人しかいないだろうな。徹子さん過労で倒れちゃいそう。頼む。エラーになった、さっきこれで。あ、回線切断を繰り返すとって、なんか、俺が回線切断したみたいに。おや？始まんないな。あ、できた。ほら、さっきの一体何だったんだろう。目標に決めないとな。最速投げかな。最速投げ。最速投げと、まあとりあえずこれだよな。わ、来た。あ、いいえ。今日はね、麻雀があるんですよ。深夜に麻雀があるから、それまで寝落ちしないために
寝落ちしないためにバーチャっていうね天才的な発想絶対寝落ちしないから格ゲー。ラウンド1レディーゴー。まいったな、抜けてないし、もうすでに寝てる。おい、まだやってない、やってない。そうですよねそうですよね発想が幼稚やべえな、ちょっと待って、真面目にやろう。発想が幼稚すぎた、マジで。相手ベテランだしな、ベテラン相手にはこれやつこの手で通じないよな。ダメなんだやっぱ。え、やべえ、ベテランさんだな、もう完全にベテランさん。うわ、あーキャッチね、キャッチ対応するのはねベテランさんなんですよね、マジで。お、マジか。あー、これずるいよマジで。なんだ絶対やっぱり。あー、やった、あぶねー、重力でも入った。うわ、そうなのか、やべえな。ラッキー、こんな噛み合わせが。はい、ワッキー。しかしウルフはいつまでたっても嫌だな、やるの。キャラ隊ができてない。ウルフ対パイってなんかウルフ有利な気がするんだけどな、気のせいかな、気のせいか。ラウンド1レディーゴー。しー、無理か。ワッチ、おもむろに。よっしゃ、これだ、展開で押す。そう、忘れてた。まずはちょこちょこ動いて展開で押す。ベテランだよな、ベテランの味キャッチ。ベテランの味これマジどうしていいか分かんないよマジで。ああ、下手くそ。あ、どうも、コメントありがとうございます。いや、あのね、いや、ちょっとね、俺の想定とだいぶ違った気合いに入ったパイチェンでびっくりしましたね。相当やられてた方なんですかね、あのゲーセン時代。世代も似てるんですかね、もしかしたら。いや、やばかったっすね、さっきが。家庭用デビューではない。ゲーセンで置きコインとかしてた世代かなと思いましたね。置きコインして並んで、後ろでベガ立ち。で、ゲーセンで順番並んでたぜ、かなーって。そうじゃないかな、あの気合は。
誰だこれは誰なんだラブトラブルズラブトラブルズっていうなんか名前がいかにも怪しいハニートラップ的な VF トコパネットトコパネットラウンド1レディーゴー。うわー、デビッタ戦は4からやっぱりますよ。さすが東北、あ、東北勢なんですか。俺てっきり勝手になぜか九州勢だと思ってたの。なんでだろうな。うわあ、すげえ。そういうタイプね。なるほどね。怪物って書いてある。南東北。やべやばいやばい。うわ、気合入ってる。今は宮崎。あ、だからそっか、事情なんかちょっとずつあってるのか。あー、なんかあれだな、うちマジでまがまがしい強さまがまがしいな、マジでやべえな。あー、マジまがまがしすぎる、やばいやばいな、やばい、マジで。あぶねえ、最後もぼしゃがんでる可能性、もしくは飛び膝の可能性があったな。いやー、怖いね、これ。ああ、これね、そうなんだよね。そうなんですよね。ああ、これね、甘えちゃう。甘えが通るな。甘えが通っちゃう。待ってこれ、待って。ああ、ぼっしゃがんだ俺。こうで福島ってことは、福島ってことは、あ、セリチだった。なんか前も同じ感じのなんか負け方をした気がするな、なんか。福島ってことは、小名浜さんとか、俺直接知り合いじゃないけど、小名浜さん、小名浜デートクラブって4からあったのかな。福島の方。福島の人たちってそのチーム名しかわかんないな。あと栃木だもんな。栃木といえばヒデさんとか仲良しさ。あー、なんかもうザ・福島って感じですよね。そうそう。お、影は怖い。うわー、気合入ってんのこの人。うわー、気合入ってる。ちゃんと下掛けやるんだこれマジでマジでなんか軽い気持ちで起き入り出すとゲーセンで当たってくるんだけどな。これ結構あるんだよな。あ、俺ポピー昔お世話になったことあるんですよ。あれですよね、ファミレスとかですよね。ひー、助けて。あ、バカ俺が。
コピー素晴らしいゲーセンでしたよね、マジで。抜けすぎでしょ。天才、おお天才だったね今のコンボ。あ、そう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 、あとなんかこう豚汁が売られるっていうおそらくその場で作ってるであろう豚汁とカレーが売られるっていうなんかポピーハイとか言ってました、もしかして。東京勢だったんで、誰かの車に転がり込んでポピーハイとか言ってたんですよね。ラウンド1レディーゴー。これマジで鬼門すごいなこの人やめて。あ、ちょ、これマジで俺殺しだなこれちょっと待って、ちょ、笑ってる場合じゃないマジで。そうか、そうなんですよね。あの頃は新潟すごかったっすよね。スグル君とか確か誠君とかのツートップで、当時の東京勢の猛威を本当に性能だけで、性能とやり込みだけで、マジ本当に命かけてんなこれに。やってない、待って待ってない、あー待ったこれ、どうしようかな。あー長門懐かしい。長門ね、エコダにいた時にね、昔ねあれだったんですよ、地元一緒だったんですよ。長門が確か音大で東京に大学生で来た時にゲーセンが同じだったんですよね。来た、これのタイミング読み間違えたな。あー死ぬ、待った、おじいちゃん手が出なかった、待っちゃったな。さあここな、素直に言っちゃったな。わっ、受け身取ってくれないかな、取ってくれない。あもったいないよなこれな。FT からやってるってことは相当ですよね。FT 時代、4からか。まあ、4面白かったっすからね、マジで。ラウンド1、レディー、ゴー。ああ、そっか、影 KP があるからな。軽量 P があるかな。あは、そうか、そうか。その辺のケアしないと。いろいろケアしないといけないかな。どうしよう、どうしよう、怖いなぁ。待て、あー、こういうの知ってるんだよな。そうこれよくわかんない時間帯の攻撃。待って、相手のやること全部受けてるからな、良くないんだよ。わ、かわいそう。あー、ちょっと観客が間に合わないんだけどさ、直にの遅すぎる。あー入ったなこれ。
影のこの辺はむしろ影の得意技だったんだけどな。あー、また、あー、うまい。オリジナルホールドって毎回同じの食らってるな、これ。うまい、これ、ちょっと待って。あー、ちゃんと真面目にこの辺狙ってんのか。影丸ね、実はそんな強くないんですけどね。ちょっと俺があのパイ影ね、パイ有利なんですよ。なんですけど、ちょっと俺があまりにも下手くそすぎてすいません。なんか影戦得意だったんだけどな。影戦ね、結構影はね、パイ嫌だと思うんですよね。ちょっと俺があまりにもワンパターンすぎて当たんないかな。あー、5の出始めで、まあ、仕事でできなくなるのはマジありますよ。俺も4の一時期やってなかったんですよね、仕事で。FT ぐらいちょうどやめてました。FT から5初期ぐらいまで。R ぐらいからまた結構がっつりやりだして。新技の実験台にしてやるぜ。5がね、あんまり面白くなかったんですよね。うわー、これミスったのに。ハンズチャンネルさん、今名前気づいた。どうしようかな。うまい、自分で自画自賛。いつものことか。うわっ、ハンズチャンネルさん、あれですか、バーチャーいつからやってるんですか。V4 時になるとね、いつからやってるかすっごい聞きたくなるんですよね。なぜなら昔話ができるから。昔話したいぜ。当時 FT で東北で一番強いのって誰だったっけ。あの新潟抜いて、スグル誠、結構スグル君が確か飛び抜けてたんですよね、あの当時は。うわ、じゃあちゃんと暴れてた。しゃがむかな。別にしゃがむってわけじゃない。あ、かわいそう。うわー、かわいそう今の。いやー、迷ったな今の。あー、あれも当てみとってもいいのかな。中段だよ、あれは。レディーゴー。うわ、ちょっとこの人にちゃなる、あれをタイミングを読まれてる感があるな。あれ PC に出たな。誰かのサブキャラだろこれ絶対。動きが技が少なすぎる。技が強すぎるけど、やってることがしっかりすぎてる。つまりサブキャラ。どうしたのこれ。参ったなこれ。どうしようかな。そういうタイプは。しっかりしてるもんな。しっかりしてるけど、要点だけで勝とうとしてる。両手だけで勝とうとしてる。あー、これ負けるな、これ。長年の経験上負けます。ほら。あ、ワンチャンあんのか、ワンチャンあんのか。あー、出さないとね。あー、ほら。両手しっかりしてるでしょ。技少ないけど、両手しっかりしてるの要注意ですよ。
は読んでるかな。そうなんですよね。もう一回やりたいかなと思う人は大体ない、ちょっと再生にならないですけどね。怪しいな、これ怪しい柔道家。ちょっと待って、でもね、この人マジで、ということはですよ、九条を踏まえてやると、これのやることはかわいそう。あ、ちょっと待って、もうゲームやめた方がいい。マジもうゲームやめた方がいい。マジで出なかった。あ、なんでタイトーリーで妥協したはずなんだけどな。何で分かやべ、天才はあ、やばくない、やばいんだけどマジで。うわ、逆に暴れるんだよ。あ、これタイミング、あ、タイミングバレてる。このタイミングねっていうのがバレてる。ずらしの達人、絶対受け身取らない。あー、かわいそう。あー、でもなんか最終的になんだろうな、不思議な防御力型やってない、やってないんだよな。あ、これ、ここバレてる、ここバレてる。どうしようかな、どうしようかな、マジで。うわ、しっかりしてる。で、多分ね、プレイヤーが結構ね、強いんだよ。この号はね、要注意ですよ。まだ練習のつもりなんだがな。よし、もう一回やらないか。ああ、やりたいんだけどな。もうしこたま 3PK キャンセル打ってチクチク合戦にした方がいい気がする。あと40分か。寝落ち現金。あとはそうだな、最近よく対戦するスパイ使いでうまいところで言ったら、この後の歩きをちゃんとやるんだよな。密着だと下パン歩けないんだけど、先端ちょっと離れたところで側面ガードとかの後とか、結構この後歩けるんだよね、下半短いキャラだと。で、歩いてスパッシュとか、昔調べて実践でできなかったことを、もうさすがにちょっと最近、昨今だとやってる人が結構いっぱいいるから、これもちょっとちゃんと考えないといけない。
頼む、あと30分寝たくないから、頼むマッチングしてくれ。それか誰か、この4人の中の誰かがコメントしてくれれば。うん、とかマジやりたくないな。ジジイは5杯までは弱いからな。そう、最初暴れ倒して勝つっていう。レディーゴー。ずっと暴れてていいんやな、ジジイ戦は。おおお、おマジか、かわいそう。あ、もう6杯になってる。早っ。いつの間に6杯になったんだ。レディーゴー。うわ、天才か。もう12杯になってる。すげえ。待った。うわ。わあ、終わった。もうこうなったらおしまいです。もう制限するしかないので、いや、怖っ。ゲームが違うからな、これ。もうかわいそう。あー、出ない。32杯。どうやったらこんな飲めんの。俺動いたんだけどな。あ、だって動いたんだけど投げられた。レディーゴー。ああ、勝てるわけねえじゃん、これ。やめ。どうしよう、これもう絶対勝てないね、こんな。ビビってるか。30、過去こんなに飲まれたことないな。私を見くびるでないぞ。いやー、参ったね。これはカモにされてる。ちょっと待って、ジジイってなんでこんなに飲まれたんだろう俺。あ、すげえ、すげえゲージ減ってる。やば。マジで。やってない。うお、マジで。なんか割と、あれ ?2 杯しか減らなかったっけ、女優投げって。3杯減ってた気がするんだけど。どさくさに投げて飲むのすげえうまいな。ハハハ、そうこういうのつけちゃダメなんで、マジで。ラッキー。でも酒飲んでるよな、この人。天才なのかな。いるんだよ、こういう。もう一回。青パイスペシャル。青パイスペシャル食らっちまったか。あ、すごい。潔いな。あそこでザマンテついてるのはかなり潔がいい。シュッ。ヘラヘラ団員戦してるとやっぱすぐ減っちゃうんだな。ダメな、気合い入れないと。
Round one. Ready? Go! Locked up. ここにさダメージ取るの面白いね。そうか、こう。俺の暴れには結構苦労してるみたいだから。いつの間にドロッパーになってんじゃないか。どうしようかな。うわーうわー、あーそうなんだ、やば、待ったな。うわ、ちょちょちょ、おっしゃ、押し出した、押し出しました、無理やり。ガムシャラ、そこでタチパンの後入れ込んでないのすごいな。逆に入れ込んでたら勝ちなのに、相手の。うわ、え、びっくりした。青パイさんの攻め方とか参考にさせてもらってます。わら、ずるい、ずるいことしか考えなかったですからね。途中からずいぶんねじ曲がったばあちゃんになっちゃって、途中からどころじゃないですよ、もう。3終わってバーチャ4ぐらいになって、もうすでにもうねじ曲がった方向に行ってしまったんで、5のこの調整はだいぶありがたいんですよね、個人的には。 R の頃って本当にちゃんとやらないと勝てない仕様になってたんですけど、最速つかみ投げとかなんで、その頃は頑張ってやろうとしてたんですけど、 FS になってかなり自由度が増したんで、適当に思うがままに昆虫してても割と動ける仕組みになったんで、さすがに最近はもうみんな動きが洗練されすぎてて、そういういい加減なプレイヤーは多分勝てなくなってきてると思うんですけど、
自由とかかっていいですね。前のでもあの10先見てたんですけど、相手のジャッキー竜武帝だったじゃないですか。俺多分知らない人なんですけど、よく勝ちましたね。しかし割と綺麗なタイプのジャッキーでしたね。あの割とあのジャッキーで段位高い人ってあの危なさが結構潜んでるというか、多分わかると思うんですけど、なんかこうパイの思うように動かしてくれないというか、基本ずっとしゃがんでたりとか、あとちょっとお見合いのところのアッパーの当て感がやたらうまいとか、結構そういう、あと困ったらあのチューチューであの 1P プラス KP で押し切ってきたりとか、結構その毒々しいというか結構嫌な部分があるんですけど、割とその毒っ気のない綺麗な感じのジャッキーでしたね。なんか相手はお、パイだ。ソースチャウデパ知らない。 VF 復帰勢、よし勝負だぜ。よっしゃ、かかってください。上から目線、あ、しまった。この人なんか前になんかやった記憶があるよな。あ、マジか。今のコンボ入んないの相当やばいな。わ、ちょ、マジかよ。うわ、確かに出ないで、出ないぞ。相手にやられてるきついんだよな。すごい思い切ってる。うわ、ちょっと出ない。マジか、入ったなこれ。よっ、わー、勢いがある。これは負けそう。ワン、スリー、レディー、ゴー。ワッチ、マジか。違うすぎるな。うーわ、マジで入ってる。すごい。うわ、どうしようかな。わー、さあここですよね。開幕しくったら負けちゃうな、もうな。終わったな、これ終わったー。うわー、読んでたのかな。結構ボス下の人多いんですけどね。ここででもダブルアップいっちゃう俺が弱いんだろうな、もうな。当時の俺だったら絶対ダブルアップいかないもんな、そこな。列脚やって置き攻めだもんな。いやー、ここですよね。やっぱダメなんだな、ダブルアップ。お願いは。この戦績とこのスタイルが、こうしている。あ、結構危ないことするね。わあ、とついていけないんだよね、このね、さっきから、ね。やべ。わあ。わあ、ちょ、やってない。今 24P やったんだけどな。やってねえんだけど、マジで勘弁して。え、天才。
Funny Wolf。もう一回同じパターン。How about your Disneyland? Excellent! Oh, probably it was really fun. I'm glad to hear that. I'm struggling to improve my English skill and I'm struggling to win but why that, so that sucks. あ、しかも俺の方がサボってるじゃん。俺の方がサボってる。ダブルアップに対して。チラシ動かして、どさくさに紛れるしかない。こんな感じで。あー、ミスった。で、最大を決めて、ちょっと、こう、精神的優位に立つみたいな。ちょっとここ大事なんですよ。ここでやっぱね、最大を入れるっていうのがね、ちょっと。オープンスター。Based on movie.Ratatouille. Oh my god, I didn't know that word. So that was nice to experience. By the way, so the point is you got experience new roller coaster in Disneyland. So today.Yeah, today, so I talked to you, and after that, I talked across for 1 hour, and from now, so I'm going to play Mahjong with Jackie. Supposed to sound like French. French. Okay. So the spell is weird. I think. Yeah. If I learned English.Now, so maybe I will fall asleep right now. So I don't need to eat. I don't need to do it. So I tried to start playing Virtua Fighter for a while ago.And I talked to Konmai a little bit, so it seems like he thank you for teaching me
So I didn't know the appropriate word about so when I want to express the word like a rest or holiday or something. So but you taught me now very useful word that is take a break. I will use the word take a break instead of rest. The word rest. Thank you. Take a break. Taking breaks. Oh, hello, Mick. Thank you for watching. Thank you for watching today too. We didn't talk. So only like typing or chatting on my Discord. So I asked Konmai about will you come to next EVO Japan, or are there any other Soul Calibur players without you for next evolution EVO Japan? So he said he is not sure right now because of Konmai and around friends are pretty tired for evolution in Las Vegas. Maybe they would contact to on Twitter, he said, about planning. And I said I really want to see you in next EVO Japan. もう1、2試合ぐらいやりたいな。おし、きたー。これリセットなんだな、やっぱな。これね、マジでね、俺の EVO Japan のメインタイトルね、英語にしたいんですよね。マジで。バーチャとソウルキャリバーが俺のメインタイトルなんですけど、それがサイドトーナメントになるんで、まあ、そこそこ触って遊べる程度ぐらいまでにしといて、マジで英語ね、あと8ヶ月でね、海外勢いっぱい来るんでね、マジで、リスニングとスピーキングなんですけど、リスニングは特に何回も聞き返したら申し訳ないから、やっぱ。気入ってる。あそこでハイアン打ってるのはマジ気入ってるな。やべ、あーマジで気入ってる。気入ってるというかすごい気入ってる。ただの気合ではない。あ、これはラッキー。わっ、 PK ちょっと妥協しすぎたかな。ラウンド3レディーゴー。ねえ、下段回しね。なぜジャッキーに下段回しがついてしまったのか、本当にそこ
ちょっと行っちゃった。待った待った。よし、これ池に取るでしょ。取らない、天才。あーバカ、屈伸したんだけどな、ちょっと一瞬。あー早かった。横転してしない。うわ、割と冷静なんだよな。冷静ですな、竹津です。よし、よかった。And I've seen on my Twitter, maybe probably American Soul Calibur players are getting the COVID. Maybe I've seen some Twitter, so like tested positive. That sucks.Yeah, that sucks, yeah. But it is what it is. I tested negative. Oh! Oh, you went to Evolution? You went to Evo? This time? So I'm glad to hear that you tested negative. Getting another test Saturday. Oh.Wow, nice. Nice job. Another virtual fighter. Oh, really? あ、バッカー P 入るっけ、これ。わー、Good job。 あぶね、やっちゃった。やって、やってないんだけど。あー、I'm sorry I didn't。 違うんだ。あー、もう死のI should die。決してふざけてるわけではないんだよ。決してね。あー、どうしようかな、こうか。やってね。やったんだろうな。うわっち。Taking a long time cause my computer isn't the best. あ、あれ？あれ、おかしいな。あ、再戦じゃないよ、これが。次か。No worries. You are a very good job. You did. Good job.I'm going to come to next Evo Japan, mech.
okay. I'm sorry. Maybe I asked you about the same question. Maybe 2 days ago. Probably. I forgot. But yeah. But I'm very curious about it. If I were you, I'm not going to go to Evo. Because my main title is All Side Tournament. そろそろおしまいかな。まだでも、麻雀の誘いが。いや、連休最高。これから麻雀なんですよ。やばくないですか。こんな生活懐かしいんですよね。あのゲーセン行って24時まで0時までゲーセン行って、でそこからジャンスを行って、帰りあの吉牛で吉牛で重い牛丼食って帰って寝るっていう。I want to learn this time to learn side to good job. Yeah, I think you did a very good job. I think from the bottom of my heart. And it's affordable. Yeah, affordable. It's affordable for me because.I can't drive to Las Vegas. Let me search the word affordable. Effect とか違うね。Affect とは違うんだよな。Affordable. Like a reasonable. Like a easy か。Hello. We are China, so can I call you Aaron? Maybe Aaron. Japanese reading should be Aaron. The kanji. About the kanji. Good morning. Good morning. Really. Definitely, Japan and China are midnight. But yeah, so I can say good morning because of, I'm gonna play Mahjong from now with my friend. Yes, yes, I is. No, yesterday's pie. Oh, really?Yesterday's pie. Yesterday's pie. 俺やったな。強かったな。ああ。Your ring name, game account name is VF China? 手頃な値段、thank you. Yeah, like affordable. It seems like similar to reasonable.Like something easy or nice and affordable. Thank you. It's affordable for me too, because I can drive. You live in around Las Vegas. Hello, Showbiz. Hello, Alpai. Thank you for watching. Thank you for watching. Like in the Evo Japan.Yeah, thank you. Los Angeles. Los Angeles. It looks like close to Las Vegas. Three hours. Wow. Three hours drive is pretty hard for Japanese guys. But maybe all American people will say easy.
3 hours drive is pretty hard for me. My little VF ID is oh my god, you was very strong, more than I expected. My god. Wow. You was very strong. Wow. You are very strong. If you lived in Japan and you have been playing Virtua Fighter from a longer time ago, so maybe you become a top player in Japan. Your talent is very nice. Amazing. Have you been to Japan? ああ、ダメだ。英語を喋ると切れるんだ、きっと。OK。Sega disconnected me because of, I'm talking, I'm speaking English a lot.And I didn't focus on playing Virtua Fighter. So Sega is looking at me. You'd better always take me seriously. Huh? 覚悟はできてますの? Round 1. Ready? Go! Los Angeles. So I've been to San Francisco, and I've stayed at San Francisco, but only one day, one night, because of there was a airplane trouble at the time. Maybe 10 years ago. So when I went to first evolution, when I went to evolution for the first time, so we were going to back to Japan, but in San Francisco, so there was a massive airplane trouble. So we had to stay.At San Francisco for one day, but the experience was amazing. So I got a very good experience at the time. I really want to go to Los Angeles at least in my life.But I've heard Los Angeles, so there are a lot of rich men, rich guys, so in Los Angeles, and cost of living are pretty expensive. If I live in Los Angeles, yeah, it's a half joke, so I didn't know. I'm not sure about the information. But I'm hot. Yeah. Ah, yeah. Not a joke, really. Oh my god. I'm afraid of going to next evolution. When the newest Calibur, when the Soul Calibur 7 will come out.
Adam Yuki, yeah, Adam Yuki. He's yeah, very nice guy. Yeah, Adam Yuki is trying to organize another Leaf turn in Southern California. Oh, nice. Very nice. I hope he success to organize the tourney. Yeah. I'm trying February this year, but COVID. Was trying to February. So I'm not good at counting. So January, February, so I'm learning about the counting of January and February while singing a song. January, February, March and April. So I've listened to the song so in my childhood ages. January, February, oh my god, February. Round 5, ready, go! In February this year, so COVID was going around in Japan too. Yeah, February was suck. But now, COVID bills are going around Japan now. A lot of COVID bills. But it seems like COVID virus are in the world, maybe because of my friend Fudo, Street Fighter V pro player Fudo, went to Saudi Arabia, but unfortunately he got the COVID in Saudi Arabia. And I've heard a certain Tekken player who is a Japanese pro player of Tekken. It seems like he got the COVID in America when he went back to Japan. But he got the COVID. Round 2. Ready? Go! I really hope the tournament of Adam Yuki will success in this year. Within this year. It's weird. So most Japanese people wear mask, like polite and reserve. But we got the COVID. I always wear mask and wear a hand glove and plus goggle because of I'm working at the eye clinic, so like a hospital. Yeah, my job is like a hospital staff. So, unfortunately, I've got the COVID in April. Thank you, praise song. Thank you, Aaron. Here comes my suplex. It's showtime. Round 1. Ready? Go! That gave me. Ah, my God.
Okay, I did. I got it. The pattern. Okay, that pattern is impossible for all people to escape. It's impossible to escape. That sucks. Round two. So there is a similar pattern in Japan too, my son or children gave us COVID from like a preschool or junior school or something, because of young people, kids, don't get vaccination of COVID vaccination. Round three, ready, go. I really want to talk to you guys in next Ever Japan like this, but the distance is pretty far. Round four, ready, go. I've met gentleman thief or Adam Key or Yellow Tail or something. So someone. So like maybe over two times, but at that time. So I couldn't speak English. Yeah, but that sucks. So I want you. I want back. Ready, I want back to you at the time. まだ誘いが来ないな。師匠からの誘いが来ないな、マージャンの。By the way, so unfortunately, I got the after effect of COVID. Oh, really? Yes. Ah, 2013. Oh, really? 2013年ってことは maybe unfortunately the season.At the season 2013, Virtua Fighter scene was not peak. Maybe, but there were some good game center for Virtua Fighter player at that time.Did you go to Japanese game center for playing Virtua Fighter at the time? You know, follow me. Round two. Ready, go. Oh my God, me. Oh, really? Me, you can't speak Chinese? Really? からの声がそろそろかかると信じて、そろそろあれかな、一旦配信してみようかな。 Round four. I feel like my master would invite me
for playing Mahjong. I feel like. So, I think, let's call it a day. すごい。すごいな。なんてワールドワイドだ。英語と中国語が飛び交わって日本語は全くない。2013 おー、ナイス。あ、oh, really? あ、ah, you and the shoe a friend. I didn't know that. Shoe is the same ages of me with me. Yeah.He's also very veteran player. Couple days before, I talked to Shu and he forgot. Really? But couple days before, I talked to Shu and remind me. But couple days before, he forgot. Yeah, so it's so true. Yeah. Really? Because probably your Japanese was very good. So that's why Shu forgot who is you. Excellent!すごいな。英語と中国語喋れるの。しかも日本に旅行できて、州と会話ができるってことは、I have a question. So, when you went to Japan, and when you talk, what kind of language did you use?When you talk with Shu, Japanese, probably Japanese. You can speak Japanese. You speak Japanese, probably. If I remember correctly, maybe Shu don't speak English. If Shu can speak Chinese, so I will be surprised. The fact. Round two. Ready? Go! そろそろ縁も竹縄ですかね。縁も竹縄。Okay, it's about time to go to play Mahjong.So, thank you for watching until the end. And I want to talk with you guys next time too. Yeah. Round four. Thank you. And by the way, so I'll be off tomorrow too. So let me talk to you if you are free. See ya.もしアロンさんが
タイプしてくれてたら申し訳ないけれども。OK、See ya、See ya。 ではご視聴ありがとうございました。ではでは。